リンズ級のクインシーです。実は戦うのは苦手で、みんな仲良くやればいいのに。指揮官、はじめまして。ニューオリンズ級従順洋艦のクインシーと申します。手伝えることは、ありますでしょうか。指揮官、私に手伝えることはありませんか。そんなにじっと見つめては、恥ずかしいです。指揮官、こんなの、恥ずかしいよ。すみません。私、人のお願いを断るのが苦手で。それに、人の役に立てるのって嬉しいことじゃありませんか？私だって頼まれても断っちゃうことぐらいはあります。例えば？例えば、思いつきません。スキンシップは慣れていませんけど、指揮官の頼みですから。指揮官、私だって怒っちゃう時はありますよ。新しい任務ですね。指揮官、私にも手伝わせてください。任務報酬。やっぱり私一人では。指揮官、すみません。助けていただけないでしょうか。指揮官、メールを整理しておきました。指揮官、お疲れ様です。お帰りなさい。委託に出かけた子たちが戻ってきました。物資搬送ですか？任せてください。ちょっとだけ強くなりました。頼まれたからには頑張らないと。やりました。私なんてこの程度ですよね。なぜ傷つけ合うのでしょうか。まだこれから。こんなにひどい指揮官でもクインシーは諦めないで助けちゃいますよ。多分。何かご用でしょうか。今、みんなの物資搬送を手伝っています。人を傷つけるのは、自分が傷つけられる時よりも、痛く感じますね。みんなは違うのでしょうか。なぜ人の手伝いをするのが好きなのか、ですか？人が助け合うことで、より良い未来がやってくるからですよ。指
指揮官と一緒にいると、指揮官の役に立ちたくて、指揮官の力になりたくって、心がいっぱいいっぱいになります。ずっと指揮官のそばにいてほしい、ですか？実は私も、指揮官に頼りたくて、指揮官に頼られたくて、指揮官のことをもっと知りたくて、指揮官とずっと一緒に、恥ずかしいです。みんな元気ですね。指揮官、疲れたらここで一休みしませんか？指揮官、みんなが待っていますよ。私はここでみんなの荷物を見ますね。運動なんて無理ですよ。この水着姿がみんなに見られちゃう。恥ずかしいよ。お飲み物ですか？大丈夫です。たくさん持ってきていますよ。海の音に耳を傾けると、心が自然とすっきりしますね。誰かがトラブルにあったのでしょうか？みんなの前ではしないでくださいよ。冷たい飲み物でもどうですか？飲みすぎてはダメですよ。体によくありませんし。ずっと指揮官のそばにいてほしい、ですか？実は私も、指揮官に頼りたくて、指揮官に頼られたくて、指揮官のことをもっと知りたくて、指揮官とずっと一緒に、恥ずかしいです。